ああ、感謝する。待たせたな。別にそんなに待ってないぞ、シュブレーズ。で、オイラたちに用でもあるのか？いや、大したことではない。ただ共に事件を追った仲間として、お前たちと少し話がしたいと思っただけだ。旅人、お前が私の立場なら、あの夜どうしていた？お前はまるで小説の主人公みたいだな。子供の頃、父に連れられてよくここに泳ぎに来た。どれだけ寒くても父はいつも私を連れてきた。父はこう言っていた。水泳は精神鍛錬に一番いい運動だと。何しろ対岸にたどり着くまで絶対に泳ぐことを投げ出せないからな。特に冷たい海の中では。え、なんでだよ。投げ出した時が死ぬ時だからだ。あの頃はまだ神の目も持っていなかったしな。あれはある冬のこと。寒風がナイフのように私の身を切り、海水が冷ややかに骨を刺した。つま先が少し水に触れるだけで足の指は感覚を失った。私は泳ぎたくないと泣いて訴えたが、父は耳を貸さなかった。父もかつて特巡隊員で、おそらくそれがあの人なりの教育法だったのだろう。聞いてるだけで恐ろしいな。泣き止まない私を見て、父はさっと私を抱き上げ、冬の刺すような寒さが骨に染みた。私は恐怖と怒り以外何も感じなかったよ。私は父が助けに来てくれるのを待とうと思った。だがふと見ると、父はすでに対岸に向かって泳ぎ出していた。その時気づいた。投げ出したら自分はここで本当に死ぬのだと。全力で父の後を追った。その数分間はそれまでの人生よりも長く思えた。だが私は泳ぎ切った。対岸までな。それからは二度と何かを恐れたり泣いたりすることはなくなったんだ。そのやり方はオイラには向いてないだろうな。私もそれが正しい教育法とは思わない。ただ今こうして正義を追い求めてると、時々あの冬の海に戻ったような怒りや無力さを感じる。シュブルーズ。でもだからこそ投げ出してはいけないとより強く思うのだ。そうでなければ冷たい海で溺れてしまうからな。どうだ、私と勝負しないか。我々が溺れ死ぬことはない。お前たちだけで勝負しろよ。武器を捨てろ。
てこいなんて言って。シュブルーズって泳ぐのがすっごく速いんだな。オイラが飛ぶより速かったぞ。でもなんで特巡隊に入ったんだ？父親の影響か？それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特巡隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあもう少し歩こう。実際自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目にはあの対岸しか見えていないのだから。散歩に付き合ってくれたこと礼を言う。あれ、いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ、こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン、旅人、見てくれ、庭のレインボーローズが咲いている。少し遅くなったが、事件の調査に付き合ってくれたこと。今回は特巡隊を代表してではなく個人として礼を言わせてくれ。まだ私と父の物語を、父とは共に過ごした時間が長いとは言えない。特巡隊の仕事が忙しかったこともあり、あの頃父はいつも帰りが遅かったし、ある時父が長いこと帰ってこなかった。町に買い物に出た時、初めて父がいわゆる罪人になったことを知った。そして私は罪人の娘となったのだ。だがその話はまた今度にしよう。実のところベロニカと彼女の兄には同情してる。二人が恨む気持ちもよくわかる。だがそれは彼らが悪の道を行くのを認めるという意味ではない。永遠は現実とは違う。あれは芸術であり、人々の心の内にある憧れだ。私は二重視が気に入ってるし、喜んで主役を演じさせてもらった。上映されたら歌劇場に見に行くつもりだ。か、まあ気遣い感謝する。では授賞式で会おう。あの英雄は絶対に受賞するだろうからな。私らは砂漠に慣れちゃいるが、それでもいつか。
ああ、二人とも。いやもう、あれから目の回るような忙しさだったからな。編集が終わったら、次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ？オイラたちの永遠はフリーナ賞をもらえるかな？僕は 90% はいけると思っているよ。フリーナ、もう会場に来てたのか。一番乗りだな。他のみんなももうすぐ来るさ。そうだ、クザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前をつけるべきじゃないか。え、まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの皮算用みたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした永遠会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。とにかくよく考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイモン、悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。え、まだ受賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の受賞式を知らせる機会がなかったんだ。だが今日銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。よし、ルザビエはここで待っててくれ。頑張っていい名前を考えとけよ。了解だ。じゃあよろしく。本当に賞なんか取れるのでしょうか。安心しなって、僕の目に狂いはないはずだ。遅い。移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後用があるようだな。あ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか。今回はちょっと特別というだけだ。シュブルーズ公爵、祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか。もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ。はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か。オイラたちが来たのは。私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日か忘れてはいない。じゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。よっ。ああ、あんたら。
発表いたします。第1回フォンティナリア AA 祭フリーナ賞を獲得したのは二重詩です。オイラたちだ、本当にオイラたちが取ったぞ。おめでとうございます、グザビアさん。まさか俺が。皆さん本当にありがとう。フォンテーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったことが証明されたね。それでは二重詩のプロデューサーグザビエさん、ステージへどうぞ。ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。この場で特にお礼を申し上げたいのは。時が経つのは早いものだ。ええ、シュブルーズから銃の持ち方を教わったのがほんの 2,3 日前のことのように思えます。またフォンテールに来てくれるか。もちろんです。私はこの街が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルーズも稲妻に来てくださいますか。今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。その時はぜひうちに遊びにいらしてください。お茶菓子をご馳走いたします。あ、また連絡を取り合おう。君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは。小倉屋の方はどうなの。万事順調ですよ。じゃあ彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。生地を干すのにぴったりなお天気になったみたい。名前を挙げた全ての方々にもう一度感謝の意を。あなたたちがこの舞台まで連れてきてくれました。これは皆さんと一緒に作った英雄です。またメンバー全員の賛同を得て正式にグザビエ撮影クルーをガンズフィルムカンパニーと名付けました。おお、ああやって高らかに叫ぶとかっこいいな。では続いてガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。いやだよ、そんな恥ずかしい。監督ほどふさわしい人はいない。敵役です。諦めなさいよ。準備はよろしいですか。3、2、1。ガンズフィルムカンパニフリーナ様、写真をもう一枚撮らせてください。あとサインももらえたら。一緒に仕事をした記念に。受賞した時に眩しいフラッシュを嫌というほど浴びたんだけど。そんな、
フリーナ様こそ私が見てきた中で最高の監督、最もフォトジェニックなお方。あなたはこうした熱気ある喜ばしい雰囲気が何よりもお似合いです。カメラマンなら誰もがそう思うはずでしょう。さあ我が愛しの大スターよ、見せてください。そんな風に褒められてもね。ああ、わかった。仕方ないからポーズをいくつか取ってあげるよ。トロフィーは持たなくていいだろう。ああ、はい、もちろんその辺はご自由に。実にありがたい。なんてことだ、俺は自分でも驚くほどついてる。セン、ヨイミヤさん、これまで機会がなくて言えなかったのだが、ここ数日本当に世話になった。え？うち特になんかした覚えないけど。最後のあの特別な芝居に協力してくれただろう。助かった。最初から分かっていたのだ、モリスと単独で接触するのは多少なりともリスクを伴うと。お前は我々特巡隊と違って特別な訓練を受けていないのに。そんなん言わんといて。うちは監督助手やねんから、仲間のあらゆることに力を尽くすのは筋ってもんやろ。シュブルーズの事件解決に役立ったんやったらうちも光栄やわ。そりゃあの時は地面に寝っ転がってしばらくは心臓がバクバクしとったけど、周りに聞こえるんちゃうかと思ったわ。ああ、お前はよくやってくれた。そうや、もし稲妻に来ることがあったら長野原花火屋まで遊びに来てえな。花火を作ったるさかい。絵柄ももう考えてあるで。もしかして銃か。今はまだ内緒。知りたかったら稲妻に来て自分の目で確かめたらええわ。遅い、天へと前。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。遅い。属性を見下ろせ。ついてこいなんて言ってないよ。天へと前。こんなところでお会いするとは奇遇ですね。ああ、これはフォンタという飲み物です。喉越しが新鮮で気に入っています。世界に爽やかをという歌い文句もいいですね。これを文化交流の項目の一つに加えたい気もします。フォンタにミントを足したらどのようになるのでしょう。とても気になります。なんならもう少し思い切ってフォンタを同量の五目ミルクティーで割ってみるのも。
とても美味しいとは思えませんね。あなた方のおかげで英英は無事上映され、シャブ業もパレメルモニアと提携を結ぶことができました。もしまた機会があったら、今度は本気で英英の主役を演じてみるのもいいかもしれませんね。それともあなたは悪役の方が私にふさわしいとお考えでしょうか。ありがとうございます。彩香と宵宮さんの面倒は私がしっかり見ますので、ご安心。あなたのこれからの旅が順調でありますように。遅い、風よ。何か用？服をオーダーメイドしたいの？だったらいつでも歓迎するわよ。君たちのおかげで永遠も予定通り上映できた。うちのブランドも大勢の人に見てもらえる。またまた謙遜しちゃって。ルザビエを助けたし、シュブルーズだって助けた。キララも前にお世話になったって言ってたし、みんな私の友達なのよ。二人がしたことは君たちが思ってるよりはるかに多いの。私は一階のファッションデザイナーで、怪しい副業なんかしてないから。ただ商売の関係で友人がどんどん増えて、厄介事も多くなってね。助けられたり助けたり。今日お世話になれば明日はこっちがお世話する。二
フリーナ賞を取ってグザビエはそれはもう大喜びしてるわ。次は本当に噴水で発見されることになりかねないかもね。うちで服をオーダーする人もどんどん増えて、店は猫の手も借りたいほどよ。これで夢にまた一歩近づけたのかな。とにかくチオリアは君たちならいつでも大歓迎よ。フリーナ賞をとうちで吹く。これでとにかくチオリアは君たちならそう。ついてこいなんて言ってない。ついてこいなんて言ってない。遅い。ミオラさん、ついてこいなんて言ってないよ。天へと前、早く。
茶。飲めば飲むほど苦くなる。遅い、早く。無事に終えられて嬉しいです。ありがとうご…最初は皆さんの足手まといにはなるまいという思いで頑張っていました。自分のせいでカットがかかるのは恥ずかしいと思っていたのです。フリーナ監督の辣腕と辛抱強さ、シュブルースやエレインさんの細やかな指導、そのおかげでなんとか少しずつ慣れていきました。そうは言っても最後になって皆さんやあなたが褒めてくださるとどうしても気恥ずかしくなってしまいますが、はい、いとまができるとよいみやさんと一緒にフォンテーヌ邸のいろいろな場所を巡っています。優雅な街の風景、美しい観葉植物や草花、夢の中にいるような海底世界、キラキラ光る思い出ができました。少し前にあなたも同じ場所を歩かれたかと思うとなんだか嬉…いえ、私は普段こんな風に外出する機会は滅多にありませんので、今回は新しい友人ができた上に皆さんから多くのことを学ばせていただき大きな収穫がありました。とても大切な思い出です。あ、そういえばシャブ業の皆さんにお土産としてショーラマドレーヌを用意しました。コーヒーに合わせるとフォンテーヌにいるような気分になれるかもしれません。はい、ありがとうございます。あなたも冒険の道中お体を大切に。また機会があれば稲妻でお会いしましょう。